安間の双眼鏡好きのサラマニでございます。今回は双眼鏡のこと、ラジオ的動画ということでお送りしたいと思います。前回お送りしましたコア YF230-8/8×30 のやつですね。これの方の Amazon の安い価格のやつなんですけど、結局1万円を1回切った後は1万400円前後でこう推移してますね。で、出品数が100件から今87件現時点ですね。ということで、だいたいこの辺でなんかお値段バランスしているみたいですね。で、これで数がさばけてくると値段がまただんだん上がってくるかもしれないので、そろそろやっぱり底値かもしれないですね。この辺は何とも言えませんけど、狙っている方は、今がチャンスかもしれません。コストパフォーマンス的にはね、ニコンの P7-8×30 の方も1000円ぐらいなんか値段下がりましたけどね。でも半額とは言いませんけどね、6割ぐらいの価格になるのかな。ね、で、ポロだけど、ね、同じ 8×30 で、耐物接眼面に撥油のね、コーティングもされてるし。ということで、コストパフォーマンス的には多分こっちの方が高いような気はしますね。なので、ポロでもいいよという方は狙い目なんじゃないでしょうか。純然に比べるとどうなんですかね、P7 とこれとね。やっぱポロの分、YF2 の方が増質自体はいいんですかね。まあ、実視界のね、広さはね、P7 がね、勝ってるとは思いますけどね。はい。ということで、まずオープニングトークというのをやってみました。はい、続きましてはね、あんまり安くないんだけど、一応安売り情報です。今はね、サファリの逆ポロのね、5倍のやつと、5倍 21mm にバージョンアップしましたけど、これの前のバージョンですよね、5倍 20mm のやつの、レイメイフジのやつがね、若干安めになっています。サファリの方が、ね、5倍 21mm にバージョンアップしてから値段がちょっと上がり気味になりましたので、5倍の逆ポロ、小型の逆ポロ欲しいという方は、これも一応狙ってもいいかな、でも黎明富士だしなという感じで思いますね。現時点だと、4390円の出品があります。一応新品みたいですけどね。あと4500円が2件ぐらいということで、数はあんまり出てないみたいですけど、黎明富士の5倍 20mm RXB904、 5倍 20mm なのでね、おそらく旧サファリの5倍 20mm のやつと同等品だと思いますね。仕様を見るとね、実視界が 11.4 度とサファリよりも広いように書いてあるんですけど、黎明富士はね、結構ね、このスペック表記が当てにならないので、おそらくですけど同等品と考えた方がいいと思いますね。はい、続きましてはね、火災トレーディングの方がなんかお値段が上がりますよというお知らせがね、9月11日に上がったみたいです。で、双眼鏡関係だと、スーパーワイドビノ36というやつですね、大口径の星見用のガリレオ式ですかのやつですよね。これがお値段が上がるということで、9月中の注文に限り在庫の有無にかかわらず全商品旧価格にて販売ということなので、この機種を狙っている方は今のうちに注文した方がいいかもしれませんということでした。はい、続きましてはね、双眼鏡クリーニングキットビノ4というのが健康から発売されるということなので、これについて取り上げてみたいと思います。ね、双眼鏡を楽々クリーニングって書いてあるんですね。セット内容が4点あるので、ビノ4ということなんでしょうね。分かりやすいですよね。で、一般的にはどうでしょう、皆さんカメラ用のもの、あるいはカメラ用に使うようなものを、ね、自分で取り揃えているか、セット品を買われているかされていると思うんですけど、今まで双眼鏡用っていうのはあんまり売られてきてないと思うのでね、これわざわざ双眼鏡用として発売された背景としては、おそらくですけど、今までね、双眼鏡を持ったことがない方、ちょっとお高めの双眼鏡を手に入れられた方が、増えてきてるんじゃないのかなと。で、そういう風な需要があるだろうと見込んで、健康がこれ狙って発売してんじゃないんですかね。要はコンサート需要なんかで、今までね、コンパクト双眼鏡しか売れてこなかったものが、ここ数年でね、防振双眼鏡、あるいは中型の双眼鏡ですよね、本格的な双眼鏡をコンサート用に使われる方がだんだん増えてきているという背景があって、
じゃあ、お手入れ用のね、ものも必要になってくるだろうと。で、双眼鏡用って書いてあれば、うん、それ買うでしょ、皆さん。ね、クリーニングしたいけど、わからないよって思った時に、双眼鏡クリーニングって検索するでしょうね、多分ね。そうすると、これがポンって出てくれば、あ、これ買えばいいのかっていうふうにね、思うと思うのでね。で、セット内容としては、ブロワー、ブラシ付きペン型レンズクリーナー。要はこれ、レンズペンのパチモンですよね、多分ね。で、あと、クリーニングクロスと収納ポーチということです。で、レンズペンは便利は便利なんですけど、ね、手の油とかがついちゃったやつは綺麗に取れるんですけど、ね、グリスのようなねっちょりした油とかにはね、かなり弱いですよね。うん。で、それで拭いちゃったりすると、一発で製品寿命終わっちゃったりしますし、なおかつそれで綺麗になるのかといえば、グリスを塗り伸ばしたような感じになっちゃったりしてね、いまいちなんですよね。なので、レンズペンしかないっていうのはちょっと微妙な気もするんですけど、でも、ね、初めて双眼鏡を持たれる方はね、無水アルコールとかレンズクリーナーで、ね、クリーニングペーパーで綺麗にしようっていうのはなかなかハードル高いので、うん、そういう意味ではこういうのもありなのかなと思いますね。個人的にはアルミでね、パッチングされたこう、アルコールのついた布みたいなやつがあるじゃないですか。なんて言ったらいいのかな。ああいうのを入れとけばいいと思うんですけどね、うん、これの中にね。そうすれば、ある程度しつこい汚れにも対応できるし、軽い汚れはレンズペン。で、ブロワーね、吹き飛ばしてって感じで使えると思うんですよね。うん。私もね、レンズペンはいっぱい持ってるんですよ。形がね、いくつもあるので、ものによってはペン先だけ買って、ね、臨機応変に使ったりしてますけど、なんて言うんだろう。便利なんだけど、本格的ではないし、オールマイティでもないんですよね。うん。で、私はね、不器用なので、シルボン紙も買ってみたんですけど、シルボン紙使えるの大変なんですよね。難しくないですか？結局ね、無水アルコールと、カメラ用のね、クリーニングクロスを使用してますけどね。うん、で、それで力をかけないように、軽く拭くのが今のところ一番いいと思いますけどね。でも、これだと全部取れきれなかったりしてね、まあいいや。こういうね、スキットがあれば助かる初心者の方はいらっしゃると思うので、ね、さらなるね、開発をね、健康の方やっていただきたいと思いますけどね。続きましてはね、Amazon で適当に見つけた中華無名ブランドの 12×42 のね、ダハのやつ、よくありがちなやつですよね。それの方で、うんって思ったので、ちょっと取り上げてみたいと思います。で、まあ、タイブーツ 42mm ね、FMC マルチコートとか書いてますけど、日本の場合だと FMC フーリーマルチコーテッド、あるいはフルマルチコーテッドといえば、フーリーマルチコーテッドオプティクスというとかいう意味で、ね、光学系の面に全てマルチコートがされていることを指すと思うんですけど、あちらの場合はね、たとえレンズ1枚でも FMC、ね、マルチコートを両面されていれば、それで FMC を名乗っちゃったりする場合もありますのでね、そうでなくても名乗る場合もあると思うんですけど、うん、ものによってはね、ちゃんとね、フーリーマルチコーテッドオブジェクトレンズとかね、風に書かれているパターンもありますよね。うん。なので、この辺も要注意なんですけど、まあ、その辺は置いといて、目を見張ったのはね、見かけ視界88度って書いてあるんですよね。どんな双眼鏡なんですかね、見かけ視界88度ってね。うん。もちろん、これ、嘘スペックですよね。で、これ背中に、ピントリングのとこに書いてある、この仕様だと、フィールド 5.6 度でもって1000メートル先の視界が87メートルって書いてあるんですけど、これ計算すると合わないんですよね。1000メートル先の視界が87メートル、倍率12倍だと、実視界が5度、見かけ視界が 59.8 度、うん、合わないんですよ、計算がね。で、逆に、フィールド 5.6 度だと、1000メートル先の視界が、97.8 メートルでないとおかしいので、いずれにしてもこれ計算が合わないんですよね。うん。で、なおかつこれ 12×42 でしょ？これ中華無名ブランドの12倍っていうのはね、嘘スペックが非常に多いので、もしかしたら10倍かもしれないんですよね。この接眼レンズの雰囲気とか、ね、以前お送りしました560円で買ったやつでしたっけ、あれとね、よく似てるんだよな、これな。ということでね、非常に嘘くさいですよね。うん。あと、接眼レンズの大きさね。ね、接眼レンズについて一目でわかるとか書いてありますけど、ね、接眼レンズの径が 10mm だと目が疲れやすくて、18mm だとなんかちょうど良いらしくて、22mm だと、うん、レンズが大きすぎて周辺に光漏れが
あることですなとかいうなんかデメリット書かれてますけどね、うん、まあ面白いですね、うん、多分だからこれ12倍っていうのも怪しいし、書かれているスペックも怪しいし、何にしろね、見かけ視界88度っていう素晴らしいスペックの双眼鏡なので、気が向かれた方はぜひ購入してみてください。いや、買っちゃダメですよ本当にね、うん、買うだけお金もったいないので、はい、ということでした。はい、で最後にコメント返信の方させていただきたいと思いますね。まずは、コレーナーがセブンさんですかね。はい、これは、9月2日のラジオ的動画の方にいただいたコメントで、正月完成のブログのコメント欄の方にね、12倍56も本物の世界一を目指して開発中とのことだったそうですね。ね、正月完成のねブログの方をね、コメント欄までちゃんと見ないとね、いろいろね、望月さんの方コメント欄の方で質問があるとそれにね律儀に回答されているので、思わぬ情報が書いてあったりするんですよね、うん、ちょっとこれ見逃してましたね。はい、ありがとうございます。続いては P7 の方にいただいたコメントですね。なおと高山さん待ってましたということでね、個人の感想なのでね、あんまり当てにしないで聞いてください、見てください、はいね、詳しくはやっぱできれば自分のね目で確かめてみるのが良いと思います。あと外国の方からなんかいただきましたけどね、読めないんですけどね。うん、要はP7 の10倍42をやれってことなんですかね、うん、申し訳ないですけど、P7 は8倍30を買っただけで終わりにしたいと思います。そんな予算ないのでね、はい、続きましてはこれもなおと高山さんですかね。フリージングのモノキュラー HR 8倍 25WP の方にいただきましたコメントで、双眼鏡に比べて重さ半分になると、なので大口径のものも選びやすいというメリットがあるよということですね。まあそうですけどね、うん、ね、全然関係ないですけど、私ね、なんでこれね単眼鏡ってこうもねなんかうまく持つのがしっくりこないのかなというふうにずっと悩んでいたんですけど、ようやく分かりました。双眼鏡っていうのは両目に当てるので、このブレの方向がね上下方向に偏るんですよね。に対して単眼鏡は一点なのでね、上下左右いずれの方向にもちょっと自由に動いちゃう嫌いがあるんですね、うん、だからこれ持った時になんか安定しなくてブレやすいというかね、持ちづらさがあるなっていう風なことだったんですね。今までね、なんでだろうな、なんでだろうなと思ったんですけど、で包み込むようにしてね後ろの方を持ってもなんかしっくりこないな、双眼鏡みたいなピタッとこうね手ぶれが収まらないなと思ったの、この辺が原因だったみたいです。というのを今ねこのモノキュラにいただいたコメントを見て思い出しましたという話でしたね。続きましてはエッシェンバッハのね MAXTV の方にいただきましたコメント、スマタモリゾーさん変態すぎます。あと友達さんね、うん、オプティカル王っていうのは違いますよね、うん、双眼鏡にしか興味ないので、まあ、これも双眼鏡だから取り上げてるんですよ、買ったんですよ。で光学系アイテム興味あります、ルーペなんかも好きですと、ね、よくありますよねこのねメガネ型ルーペとかね、私も一時期買おうかなと思ったんですけどね、うん、結局ねその分なんかね買うぐらいなら他の双眼鏡買えるかなと思って結局未だに買えてないんですけどね、はい、あとメガネ型双眼鏡でねちょっと思い出したんですけど、歌舞伎グラスね、打破式のメガネ型双眼鏡ちょっとお高いやつなんですけどありますよね、あれいつの間にかドツキ版が出てたんですね。ドツキ版、要はドツくんじゃなくて視度調整じゃねえと、近視のね方でも使えるバージョンということですね。通常版が視力が 0.3 から 2.0 って書いてあるんですよ、に対してドツキ版の方が 0.1 から 0.2 ね、裸眼の時ね。でさらにねスーパードツキ版っていうのがあって、これがね視力 0.1 未満っていうのがあるんですね。全然気がつかなかったんですけど、いつの間にかこのね通常版、度付き版、スーパー度付き版というね3種類が出ていたようですね。ということでね、近視の方でもねこれ使えるかもしれないそうです。
うん、ただしね、私の場合ね、片目が 0.1 未満で、だからこの片目はスーパードツキ版が必要なんですよ。片目は 0.2 よりはあるので視力がね。ね、これ左右別々にねオーダーできればこの歌舞伎グラスね使えるようになるかもしれないんですけど、まあそんなシステムはないですよね。ガチャ目は辛いよって形でね、うん、ということでした。で最後に、これは健康ウルトラビュー H6x21DHFMC 名前が長いんだよな本当にもう、うん、にいただきましたコメントですね。これはこれもなおと高山さんですね、うん、で色がね黒が欲しいよということですね、うん、健康ウルトラビューはね逆ポロで出た時もやっぱりカラフル路線だったんですよね。だからこれもカラフル路線なんですよね。でこの系列機だとアマゾン1000倍のね8倍21のやつが一応ブラックあるんですけど、これはね8倍だし、なおかつねフルマルチじゃないんですよね。あれ確かね廉価バージョンでマルチコートなんですよね、うん、ということなんですよね。でこの系列で黒は他にはフジノン KF6x21H が黒あるんですけど、あれはね FMC じゃないんですよねまたね、うん、ということで、うん、でカラフルな双眼鏡が嫌だよという方で FMC の6倍が欲しいという方にはないんですよね。これ対応する機種がね、一応黒はスタンダードだとは思うんですけど、やっぱ人気ないんですかね、このコンパクト双眼鏡を求めるユーザー層にとっての黒い双眼鏡というのがね、うん、のかもしれないですね、うん、まあ、この辺はね何とも言い難いですけど、私はね結構このカラフル路線好きなんですけどね、ということでした。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ごきげんよう。